喜びと不安を胸に、若き侍はそのユニフォームに袖を通した。どうですか、着てみて。いやー、重み感じますね。選んでいただいたんで。日本ハムファイターズ近藤健介、24歳。彼はこうも呼ばれる。それだけですね。そう、あれがなければどうなっていたのだろう。そうですね、急に痛くなって、何だろうと思ったんですけど、予兆もなく絶頂から奈落の底へ。そんな彼が歩んでいた密かなる逆襲への道を追った。プロ入り6年目の近藤健介は紛れもなくシーズン前半の主役だった。開幕以来ヒットを量産して打率4割台をキープ。6月には連続47試合に達し、張本勲の持つ球団記録を44年ぶりに更新した。どこまで記録を伸ばせるか、どこまで主役を張り続けるか、そんな期待が高まる中、悲劇は起きる。6月3日阪神との交流戦、近藤は突如下半身に違和感を覚えたという。もう寝れないし座れないし止まってらんないんで、ずっと動き回ってないと、ごまかしてないとダメだったんで、もう野球とかやる問題じゃなくて本当に生活がきつかったんで、それはもう辛かったっすね。診断は椎間板ヘルニア。腰の背骨の間でクッションの役割を果たす軟骨椎間板が張り出て神経を圧迫、下半身の痛みを誘発する症状である。復帰への選択肢は手術と保存療法の2つ。手術は回復が見込めるが、リハビリ期間も含めて復帰まで時間がかかる。保存療法はメスを入れないため、回復すれば早く復帰できるが、もし回復が遅れた場合、手術以上に長期化するリスクもあった。プロとして何を優先すべきか、近藤は悩み抜いた。決断を下したのは6月下旬。不安を完全に取り去るため手術を選んだ。もう来週入ってるっすね。まだ来週ずーっと来るからね。心配そうなもんです。まだ大丈夫。メスを入れることを最低限に抑えた内視鏡手術、無事成功するが、一軍への復帰は順調にいっても3ヶ月を要する。つまり間に合ってもシーズン終了間際だ。で、まあ翔平が帰ってきてこっからだって時に怪我してしまったんで、まあ、監督を悩まされて申し訳ないなと思いますし、まあ一緒に戦えないのは本当見てて悔しいっていう感じはありますね。近藤の離脱後、大谷が復帰するもチームは低迷。7月は4勝18敗という散々な結果に。だからこそ一日でも早い復帰を目指しリハビリを続けた。
そして9月28日シーズンも残り8試合というところで近藤は念願の復帰を果たす。緊張しますね。いや、その第一打席実に117日ぶりのヒット。第4打席でも二塁打を放ち、見事4打数2安打。復活への第一歩を踏み出した。個人的にはやっぱりこうやっぱ早く打席に感覚戻して、今年やってきたことを間違ってなかったなっていうのはやっぱ自覚確信に変えてやっぱ終わりたいと思ってるんで、まあそういう1打席1打席大事にして。正確に一球で捉えられるようにしていかないといけないと思ってるんで。シーズンを終えた近藤に一つの知らせが舞い込む。北海道日本ハムファイターズ近藤健介。近藤健介。アジアプロ野球チャンピオンシップを戦う侍ジャパンに選出されたのだ。復帰したとはいえブランクも長く試合感もまだ万全ではない。この選出に近藤も戸惑いを隠せなかった。なんていうんですかね、いいのかなってもありましたけど、手術したばっかだったんで、まあでも選んでもらったからにはまあ今持ってる力とできることをしっかりやればいいかなと思ってます。そして今月宮崎で行われた直前合宿、期待と不安が入り混じる中近藤は代表に合流した。少しでも勘を取り戻そうと初日から居残りでバッティング練習。そんな男に稲葉監督は付き合い熱い視線を送る。さらに直接アドバイスをする場面も。明らかに即戦力としての期待がにじみ出ていた。その理由を稲葉監督に尋ねると、スイングの強さというかね、あとボールの見方だったり選球眼だったり、ね、そういうのやっぱ長けてみようかなって、うん、感じるのかな、うん、復帰間もない近藤が選ばれた理由、それは並外れた選球眼にある。快進撃が続いたシーズン前半の近藤、実はボール球にほとんど手を出していなかった。開幕から離脱までの2ヶ月間全打席中でボール球を振った割合、ボールゾーンスイング率というデータを見ると、近藤は 11.3%、 パリーグでダントツな数値だ。つまり4割台をキープした背景には、ヒットの出やすいストライクゾーンを今まで以上に狙って捉える打撃の進化があった。またこの選球眼によってフォアボールの数も例年以上に増加、出塁率は5割6分7厘にも達した。ではその進化の理由は何なのか。
実は近藤、1年前からある練習法を取り入れているという。それを見せてもらうと、取り出したのは字の書いたボールとサングラス、そしてボールを壁に投げ始める。目にフラッシュあるんですよ、これ。フラッシュ、ああ光ってる。はい。でもう暗くなるんですよね、一回パチッと、はいはい、なんでまあ目をつぶってる状態で、まあ、よく見る。投げて帰ってきたのを文字を読むみたいな。これはビジョントレーニング。目の機能を鍛え、運動能力や集中力アップにつなげる練習法だ。3つに見えるようにするんですよ。星が3つみたいな。そうっす、真ん中に見えてくるんですよ、ここに。え、これ今3つ見えてるんですよね。近づけても離しても3つでずっと見えるようにトレーニングするんですよ。動かしても3つ、うん、あとはこれも周辺視ですね。ここ見てあいうえおから探すっていう、このにっこりマークを見ながら自分で、あ、いい、う、目が動かないように。なんかトレーニングの効果もあるんですか？あると思いますね、はい、目が柔軟になってるのは多分間違いないと思うんで、うん、こうしたビジョントレーニングを続けたことで、よりしっかりボールを見て打ち切れるようになったという近藤。夢の4割に近づいた裏に目の改革があったのだ。初対戦の投手が多い国際大会、際どいコースをしっかりと見極め、一振りで仕留めるバッティングは大きな強みとなる。だからこそ指揮官はこの男にかけたのだ。はい、稲葉さんの友人ってことで優勝しかないと思ってるんで、そこに向かって、まあ、自分の持てる力を、発揮できればいいかなと思うので、まあ、頑張っていきたいなと思います。2020年金メダルを目指す侍ジャパン、その中心には驚異の目を持つ近藤がいる。この男は2つの顔を持つ。内野で軽やかなフィールディングを見せたかと思えば、外野でもこの華麗な動き。この万能の侍が日本を頂点に導く。西武ライオンズ外崎修太、24歳。プロ3年目の今シーズン、レギュラーの座をつかむと自己最多の10本塁打、23盗塁をマーク。西武を4年ぶりの A クラスに導く原動力となった。そんな外崎について稲葉監督は、必要ですね。というのも人数がやっぱり限られてますので、ましてやオリンピックとなるとね、多分もうちょっと人数が多分減らされますので、もう複数ポジションも守れるということはですね、非常にこう、まあ、ありがたいですよね、うん、外崎最大の魅力、それは内野と外野両方を守れる
貴重なユーティリティープレイヤーであることだ。今シーズン内野で12試合、外野で108試合にスタメン出場。チームのシチュエーションに合わせて4つのポジションを守ってきた。いろんなところ守ってもらうぞっていうふうには言われたので、任されたポジションをこうしっかり、準備欠かさず一生懸命プレーするっていうことだけだと思うんで。2014年、俊足巧打の内野手としてドラフト3位でプロ入り。だが層が厚い西武の内野陣の中でレギュラーの座をつかむことができなかった。転機が訪れたのは今シーズン直前。きっかけは監督さんの方から、外野もあるかもしれないからちょっとやってみないかっていうふうに言われたことですかね。まあ、外野って言われた時はよしやってみようっていう、自分の出れる、チャンスが増えるのであればどんどん挑戦していこうっていうふうに思いました。本格的に外野を守るのは野球人生で初めてだった。それでもチャンスをつかむため必死に食らいつくと、出場試合数も飛躍的に増加。今や西武になくてはならない存在となった。この活躍によって自身初の侍ジャパンに選出。初めての、ジャパンなので、どんどんこう自分の持ち味っていうのをアピールしていきたいです。そんな殿崎が真っ先に代表入りを伝えたのはお父さんですかね。最初は彼のふるさとは青森県弘前市、実家は4代続くリンゴ農家を営んでいる。今から26年前、青森に大型の台風が直撃、リンゴ農家に甚大な被害を及ぼした。木がもう全然倒れてます。なんで収入がまずゼロだね。殿崎家も収穫直前のリンゴが全滅、20年以上も続く莫大な借金を抱えることになった。その翌年、長男として生まれた殿崎。小学4年生で野球を始めると、まあ、落ちてるリンゴってやっぱり使えないんで、それをそのリンゴの木めがけて投げたりはしてましたね。でお父さんに怒られてって売り物にならないリンゴをボール代わりにするほど野球に熱中すると、地元でも名の知られる選手に。そんな息子の頑張りと笑顔がどん底にいた家族に光をもたらした。野球一筋で楽しく、本当に野球見せて応援して本当に幸せでありました。なんか楽しい、面白かったことの方が多いから、息子に大好きな野球を続けさせたい。その一心で両親はより一層身を粉にして働き、家計をやりくりしながら殿崎を応援し続けた。そして高校卒業を前にプロ野球選手になりたいという夢を聞いた両親は、やっぱり自分でやりたいことをやってほしいなと思ってるので、私としてはやはり野球がやって、やはり国会させていくありませんので、全然やはり自分で納得までやってもらいたかったです。もう
お前の好きにやってくれっていうふうに言われてたんで、迷いなく無野球に集中できる環境を与えてもらってました。家族の後押しで野球に邁進した殿崎は、大学を卒業するとプロ野球選手という夢を叶えた。そして3年目の今年、大ブレイクを果たし、ついに日の丸を背負う選手へ。自分らしいプレーをしていけば家族も嬉しいと思いますので、とにかく必死に全力プレーを心がけてやっていきたいです。応援しかできないんで、引っ張れで、それだけですね。つながる魂で引っ張れ。青森の大地が育んだ侍の魂は真っ赤に燃えている。両親が丹精込めて育てたあのリンゴのように。